このビデオでは、アーキキャドの開口要素で使用可能な平面図の表示設定についてご説明します。開口ツールには、開口固有の平面図表示設定がいくつかあります。一つ目は、平面図表示フィールドです。壁に3つの開口があるとします。左から1番目の開口は、平面図の切断面の下にあるため、この場合は隠れています。 中央の開口は1番目の開口によってカットされ、3番目の開口はその上にあるため、上部になります。平面図表示フィールドのシンボルオプションが選択されている場合、各開口はその垂直位置に基づいたシンボル表現を使用して、切り取り、または非表示、上部線で表示されます。シンボル表示オプションを選択すると、 開口は垂直位置に関係なく切り取りとして表示されます。上部線表示オプションを選択した場合、開口は垂直位置に関係なく上部線として表示されます。分割した開口フィールドは開口に固有のもう一つのフィールドです。複数のスラブ、複数の壁、または エアスペース層を持つ複合構造など複数の要素を切断する開口に適用されます。分離オプションが選択されている場合、切り取りのない開口の行が切断要素ごと別々に表示されます。統合オプションが選択されている場合は、あたかも一つの複合要素に配置されているかのように、最も外側にある二つの開口の 切り取られれていないな行のののみが表示されます。す。番目の設定は、開口端の輪郭フィールドですこれに関連して、開口端とは、その任意のターゲット要素の境界辺と一致する開口の任意の辺を意味します。従って、複合構造の場合、エアスペース層の辺も開口端とみなされます。投影として表示オプションが選択されている場合、 こうした開口の開口端は、投影線に定義された選手とペンを使用して表示されます。上部線として表示オプションは、上部線に定義された選手とペンを使用して表示しますが、非表示オプションには、開口端を表示しません。切断要素の線を使用チェックボックスは、 切断要素の輪郭を使用チェックボックスが有効になっているときに輪郭の輪郭や開口の切り取り線の場合と同様切断要素の選手とペンの代わりに定義した選手とペンを使用するように設定します開口には表面塗りつぶしを使用することもできます また、切断要素の塗りつぶしを使用チェックボックスをオンにしてターゲットエレメントに表面塗りつぶしを設定することもできます。壁の場合、壁には塗りつぶしがないため、このチェックボックスは使用できません。また、外交の基準軸を表示し、その線の種類をペンに設定し、さらに切断要素の範囲を超える基準軸の張り出し値を設定することもできます。 アーキ a d の新しい開口ツールをよくご理解いただくためにこのプレイリストにある他のクリップもご覧ください。